はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思っているんですけども、久しぶりにですね、日本に帰ろうかなと思っております。1月の、中旬ぐらいから1ヶ月間ぐらいですね、どうしても2週間の隔離期間を挟まなきゃいけないので、長期になってしまうんですけど、まあ、実際に動けるのは、だから、2週間弱ぐらいなのかな。まあ、こういうご時世ですんでね、あんま皆さんとこう、飲み行くぞーいっていうふうに言えないのが少しまだ残念なんですけども、まあ、自分も、まあ、1年ちょっと日本帰ってないし、久しぶりにね、帰りたいななんていうふうに思って、今予定しております。まあ、奇跡的にですね、この状況が少し落ち着いて、またこう皆さんとですね、ちょっとお会いできるようなことがもしできたら、まあ、それは嬉しいななんていうふうに思っているんですが、本日の、動画の方行ってみましょうかね。テーマはですね、コウモリを見ていきたいというふうに思っております。で、ドラグバットがやっぱりコウモリというと有名ですよね。ドラゴンを使ったアタックにコウモリを混ぜ込んだようなパターンになっているんですけども、本日は3本かな、ドラグバット。で、1本はイエティバットという形でお届けできればなというふうに思ってます。後半の2本は TH コンプリーターさんに行って、行きたいなというふうに思うんですけども。ですね、まずは関西クラクラクラブから2本行きましょう。マサさんですね。マサさん、ダンホール13アカウント2個持ってるんで、羨ましいですね。対戦で6回戦見れるって結構大変だけど、いろんな隅を試せるっていう意味ではいいななんていうふうに思って見てます。で、まずはライドラでカットをして、こっちですね、ここをガツンとこうコウモリ、ドラゴンで削って、コウモリをこっちに回すっていう感じですね、ここ。ここバッと。まあそんな感じです、ざっくりね。で、ライドラだいぶこれ対空砲に打たれてますね。あんまり美味しくないライドラの使い方になってるように見えなくもないんですけども、この対空砲さえ突破すれば、あとは、対地クロスボーンも全く打ってこないということで、まあ、この辺はチェーンがぶっ刺さるだろうな、というふうにおそらく読んでたんだと思います。ちょっとライドラが中に入りすぎて、これは、外周のカットに回ってくれてない感がありますけども、なんとか大丈夫かな。突撃艦にしっかりトームをかけて、ドラゴンの進行とともに、突撃艦をタンホールに届けていきます。レイジを打って確実にホールを、速攻撃破ですね。こうすることによって、こちら手前側にまだ残っているドラゴンにタンホールの、毎秒300というね、かける4の攻撃が届かないようにしてます。タウンフォー、あと、これですね、クラン城の、遠い方から、ロイヤルチャンピオンを出していきますね。こうすることによって、ロイちゃんが、防衛軍を貫くなりますので、これもドラゴン使いの、ディステクニックと言えるでしょうかね。対空砲をしっかりとロイちゃんのホーミングシールドで追って残った範囲攻撃はこれですね。投石機と、ウィズドですね。ここでしっかり投石の真上からこうコウモリを撃つことによって投石機がコウモリを殴れなくなります。これでもう実質投石機、範囲攻撃だけども無効化した状態になるので、あとはもうコウモリが止まらない、もうドヤフリーズと言ってもいいんじゃないかっていうぐらいのこのフリーズ。ドヤフリーズが決まりの残ったシングルインフェルノにコウモリの大群が襲いかかってロイヤルチャンピオンがいくら殴っても効きゃーしないこの数と押し切るですね。はい、気がつけばあとはコウモリがロイヤルチャンピオンをもしっかりと処理してくれたのかな。これどこで、まあ、ロイちゃん倒したんだ。グランドボーデンが殴ったのかな。ちょっと見落としちゃいましたけどね。で、コウモリも回収には入るんですけどね、やっぱりそのストレージ系、こういうポンプとかタンクとか、こういう金庫とかに関しては、ダメージの針がめちゃ悪いんですよね。見てください、この時間のかかりを。なので、回収、もしこういうのがいっぱい残っちゃった場合には、多少ドアップドラゴンとかがガーゴイルとかが残ってないとしんどいんですけども、今回ドラゴンが、今1体ホーミングでやられちゃいましたけどもね、残り2体がいるので、こいつらが回収に入ってくれて、3スターズということですね。別に英語で言う必要なかったね。なんか、ためて何を言おうかちょっと迷ってしまって、出てきた言葉が3スターズだったんですけどね。全開でよかったね。はい、ということですね。まあ、一応最後までこれね、測りましょうか。はい、ナイスラです。ですね、次2本目。2本目は、これ行ってみたいと思います。ちょっとね、あっちこっち行ったりして申し訳ないですね。スムーズにこうカットすればいいんですけどね。なんかこういう、カットをしないで喋りながらやっていくスタイルで。ちょっと皆さんにね、
画面が映るこうストレスをかけちゃうかもしれないですけども、コムソさんですね。実はね、コムソさんデンマークに住んでるみたいです。つい最近来てくれたんですけど、あの自分がこう夜の時間しか入れなくて、まあ、そんな言ってもやっぱ人いないじゃないですか、日本の。だから何こっち今ちょうどこの収録をね夜10時にしてるんですけど、日本朝6時なんですよね。まあそんな皆さん暗いにする時間じゃないので、ゴールデンタイム寂しく過ごしたんですけども、あのコムソさんが来てくれたことによって結構ね、私のその、クラクラタイムで話をする相手ができて非常に、喜んでおります。で、ですね、今回のアタック両サイドをババキンと、ロイちゃんでしっかりと処理します。このね、クラン城から援軍をギリ釣らないようなところでババキンを倒したかったんですが、ちょっと入っちゃうんですね、これ多分ね。で、アイゴレ3体が出てきちゃいます。これ多分誤算ですね、思いのほか伸びちゃったっていう感じかな。で、ロイヤルチャンピオンで、こちら側の、三次方面、ここですね。ここをカットしていってますね。で、カットしたところにライドラを当てて、できればライドラでこの辺全部カットしていたかったんだと思うんですけども、ちょっとライドラがやっぱりこれも中に入ってきちゃいましたね。ただ、こちら側に関してはもうきっちりアチャクイートキングで処理ができてるんで、これは美味しいですね。残ったルートはここにズドンとこう、なんか間違えた、こうだ。ズドンとこうね、ドラゴンを刺していくという感じです。で、これね、すごくうまいなと思ったのが、突撃艦でタウンホールを狙っていくじゃないですか。なんで、ドラゴンに、タウンホールを狙わせようと思うと、これも距離がありすぎてちょっとどうしようもないんですよね。でも突撃艦の中に入っているイエティとか、あと多分これスニコンもいたのかな。こいつらに処理させることによって、最小限のドラゴンに対する呪文で、相手のタウンホール含めその他周辺の、範囲攻撃を潰していきます。で、このコウモリの大群ですね、こいつらがウィストもしっかりと処理をしてくれて、あとはもう範囲攻撃がないので、止まるわけがないコウモリさんたちという感じですね。回収に入っていきます。やっぱりドラッグバットをやる上でタウンホールをケアするのってすごく難しいじゃないですか。で、自分はまあ方法2つかなと思っていて、1個は今のコムソーさんがやった突撃艦を当てていくパターン、これすごくいいですね。タウンホールが遠くにある場合、今回みたいにもう完全にこう対角線上っていうぐらいの距離にこうあるじゃないですか、対局側に。こういう場合は突撃艦がやっぱ刺さりますよね。トーム突撃艦で、この火力の高いこの辺の投石機ゾーン、ここにおける投石機ゾーンを、ドラゴンたちがやられないようにこう守りつつ、突撃艦にもトームをかけてタウンホールを先に壊してから、タウンホールがなくなったところにドラゴンがこう入っていくみたいな感じ、その波状攻撃ですよね。やっぱこれがちゃんと決まるのであれば、決まるのであれば、突撃艦でタウンホールを落とす。で、逆に今このグラドーデンがやられちゃってますけども、この辺からドラゴン出していくよっていうんであれば、むしろロックボマーとかがいいかもしれないですね。ボマーで、タウンホールを早めに処理するという形で、ドラゴンにボマー混ぜちゃうというのが、自分はいいのかななんていうふうに思ったりしています。で、あと、コウモリの呪文とフリーズの、呪文の数、あと範囲攻撃の数に関しては、自分はやるとき、範囲攻撃がコウモリを通したいルート、今回で言えばだからここですよね。この部分に、このコウモリが今走ったルート、走るであろうルートに、範囲攻撃が2個まで、で、投石機の上からコウモリを撃てるんであれば、投石機を含めて3個まで。これぐらいの数かなって思ってます。っていうのは、範囲攻撃1個に対してフリーズ2枚っていうのがどうしても必要になってくる計算になるので、まあ、よっぽどうまくね、コウモリが入っていけば1個足りるんですけど、その場合は事故率が格段に跳ね上がるんで、ってなってくると、フリーズやっぱ4枚咲くって結構じゃないですか。フリーズ4枚咲いたら、今のこのコムソさんのパターンで言うと、レイジが2個に、コウモリが5個になっちゃうんですね、これ。5、4になっちゃうんですよ、ここが。結構5個って少ない気がするんですよね。やっぱりコウモリ6個ぐらい欲しいので、そうすると、まあ、レイジの呪文を減らして、で、フリーズを多めに積んで、まあ、レイジフリーズを押していくのか、ないしは、範囲攻撃1個ぐらいしかないようなところにコウモリを刺していって、フリーズの呪文2個でそれをしっかり止めて、前回まで持っていくのかっていうパターンかなと思います。今回、武藤さん、うまくドラゴンが相手のウィストとかのタゲを取ってくれたんで、それをね、利用して、確実に、ウィスト残った1個を、フリーズで止めていくっていう形が作れましたけども、やっぱ2個あった場合には、ウィストの中がこう2個あったりね、とマルチインフェルノがあったりする場合には、フリーズを各施設に1個は持って、2個は持っていくので、
フリーズ4個が必要になってきちゃうという計算かなっていう気がします。まあ、これが6個になっちゃったらもうコウモリの呪文がだから何個だ ?3 個。もう全然これはあのコウモリが成立しないので、やっぱ2個ぐらいまでかなっていう感覚ですかね。では、TH コンプリートさん行ってみたいと思います。はい、ではこちらですね、キリチョウさんですね。なんか最近キリチョウさんのタッグをすごい自分あの紹介してる気がしますけども、やっぱりティーコンさんにいてもキリチョウさんは光りますね。うまいで、今回のキリさんのドラッグバットっていうのは、まあ、多分本人結構ねこれチャット見てたら、あ、なんか取れたぞ取れると思わなかったみたいなコメントだったんですけども、ここですね、ここをドラゴンでこう潰していきならバットを確かこんな風に通していくのかな、バットこの辺に通していくようなイメージだったように思います。確かねこんな風な感じだったかなって。でやっぱ同じですね、両サイドをライドラでカットを入れていってますね。でカットを入れていってから中央からドラゴンと、でさらにアーチャークイーンとバーバリアンキングを両サイドにこうね散らしています。これも面白いですね、この発想をすることによって両サイドをヒーローでカットできるんで、まああのイメージこんな感じでこうドラゴンのルートをこう狭めて通していくみたいな、まあそんなような形を作れるのかなっていう、まあ、そんな感じですかね。で今回もさっきの小武蔵さんのパターンと同じで突撃艦を、タウンホールに向けて当てていきます。やっぱりねこの、タウンホールが遠くにあるのでしっかりトーム突撃艦でここを潰していきたかったなと思うんですけども、なんとトーム使わずに行っちゃうんですよね。これ多分使い忘れじゃないかと思うんですけども、ただエアスイーパーにうまいこと吹かれてあのタウンホールに早めに到達したのでフリーズ1個でタウンホールを落としていくという形ですね。で、ロイヤルチャンピオンは、これ完全にクランジョがもう壊れてるので関係なくですね、ウィストをめがけてきましたね。でそうなってくるともう完全にここ、範囲攻撃がないので相手のヒーローとかがねロイちゃんとアチャクイがいて、これドラゴンだと結構苦労しちゃうユニットじゃないですか。なんですけども、コウモリだったらもう数の力で押し切れちゃうんで、こんな感じでアチャクイともうロイちゃんを瞬殺ですね、コウモリがこのコウモリめちゃ強いですよね、いつも思うんだけど、これ本当に普通のコウモリですかね。いくらなんでもこんだけ大群って、あの僕結構実家の山梨県でも夕方になるとコウモリがすげえこう飛ぶんですけど、こんな強かったと思わないですけどね。なんかやっぱダクエノート強くなるのかなコウモリって、わかんねえなとにかく鬼のような強いコウモリというね感じで、こいつらが最後掃除をしてくれて全開という形になります。前あのポンコスのモンクラでドズルさんも言ってましたけども、本当ドズルさんすごいあの的確なことをおっしゃって僕いつも参考になるんですけども、あのコメントが別に優勝してるわけじゃないですよあのなんだっけ、ナイブとしてなっけ、そうそうそう、あのドラゴンとコウモリの相性ってすごくいいんですよね。対空砲とかシングルインフェルノとかヒーローとかこういうドラゴンに強ダメージを与えてくる、防衛施設はもう逆にバットに弱いで、バットが、弱いマルチインフェルノやあとは、ウィズト、これに関してはドラゴンの高体力で押し切れちゃうんでドラゴンは強いんですよね。なのでこの強弱っていうのがうまいこと配置によってこう偏っている場合っていうのはそこをついて、ドラゴンが強いところはドラゴンで攻める、で、ドラゴンが攻めきれない弱いところを要するにマルチ、シングルインフェルノとかヒーローとか対空砲はコウモリで壊すっていうね、こういう使い分けっていうのがやっぱできるんで本当に相性がいいなっていう気がしますよね。はい、というところでラストですね、行ってみましょう。ビンディさんのアタック見ていきたいと思います。これですね、イエティバットです。でイエティバットも、どうだろう、僕やっぱドラゴンを使うかイエティを使うかっていうことを考えるときに、ドラゴンが対空砲をいっぱい相手にしなきゃいけないような場合っていうのは、まあ、やっぱりイエティバットかな。で、逆にドラゴンが、対空砲あんまり気にしないでウィズトとかマルチインフェルノとか、まあ、そういうのを折りまくれるような配置、まあ、投石機もそうですよね、そういうものにはドラゴンかなっていう気がします。あとは、今回ビンディさん、クエイク4枚持っていきましたけども、このクエイク4枚でここの壁を開けましたよね。ここを開けて、で、うまいことこうダミー壁になってるんで、この部分の壁にスーパーウォールブレーカーを当てていくんだと思う。確かこういう風に。こうすることによって奥までイエティが入っていけるようなルートが作れるのかなと。はい、違いましたね。なんでここに行ったんだ?このクエイク、あ、そういうことか。
はいはい、なるほどなるほど、イエティたちをこっちに進ませるのか、こっちに進ませて突撃艦でそのままタウンホールを追っていってか。あーすいません、ちょっと完全にこれ想定していたプランと違ったというか、自分がちゃんと把握してこないのが悪いんですけども、これうまいな。あの言おうとしたのは、コウモリを使おうと思うとイエティの、まあ、障害となる壁をクリアする呪文の数っていうのがどうしても持っていきづらくなるんですよね、あんまり数を。なのでウェイク4プラスジャンプとかそういう風な枠の割き方ができなくなっちゃうじゃないですか。でそれに対して、今回そのビンディさんがやっているのは、ウェイク4プラススーパーウォールブレイカーを使うことによって壁を開けていくというパターンね。で今回のね、ちょっと多分これ、ここに打った、アイスゴーレムが溶けるのがあまりにも早すぎてうまくいかなかったみたいなんですけど、あのプランニング的にはこれ全然多分バットが最後まで生き残るプランだったかなっていうふうに思います。ロイヤルチャンピオンで、ここのウィストのターゲットを取ってですね、ロイちゃんで、で、ここのウィストに関してはアイスゴーレムで取っていくということをしながらバットを12時から放っていってぐるっと回していくようなイメージですね。いやこれ惜しいでしたね、惜しいプランだったんですけども、ただまあその代わり、その代わりじゃねえわ、かといって、全然失敗にはならずに、イエティが通ったルートがあまりにも綺麗すぎたんでしっかり残っちゃってますね、イエティが。でロイヤルチャンピオンもそれに守られて、体力残したまま最後まで生き残ってるんで、掃除回収、これも何のもんでもなく済んでしまうという形ですね。あのなんで、やっぱりですね、コウモリの呪文って全開を取る上では時間も結構負けるし、かなり有効な呪文かなっていうふうに思います。で、主にコウモリを混ぜる攻め方として今やっぱタウンホール13で主流なのはドラゴンかまたはイエティですね。で、タウンホール11、12だと昔あのペッカボーラープラス のコウモリってもすごい流行ったんですけど、あのそれもまあ使えなくはないと思いますが、あのタウンホール12以上であればやっぱり、イエティがいるのでそっちの方がいいのかなっていうふうに思いますね。ペッカボーラーじゃなくてペッカイエティプラスのコウモリとか、まあ、そんな感じがいいのかなっていうふうに思ったりしています。で、イエティを使う場合っていうのは、ジャンプとかクエイクの呪文枠が咲きにくいので、なるべくスーパーウォールブレーカーだったり、この壁のこういう隙間ですね、こういうところ。こういうところを使って、イエティたちが、ジャンプの呪文やクエイクの呪文なしで奥までこう進行していける。まあそういう配置を狙うというのが一つ、ありますね。あとは、コウモリを使う、あとドラゴンを使う場合っていうのは、序盤にドラゴンが対空砲とかシングルインフェルノをめちゃくちゃこう処理しなきゃいけないような、まあ、対空砲3本を、ドラゴンに任せるとか、そういう形になっちゃう場合にはちょっと、使いにくいのかなと。逆に、序盤にマルチインフェルノやウィズ島をドラゴンで倒しておいて、で、残ったシングルインフェルノや対空砲が、コウモリで壊せるようなプランが描ける場合っていうのはめちゃくちゃドラッグバットが使えるのかなっていうふうに思ったりもしていたり、で、タウンホールが遠い場合にはですね、今回皆さんやっぱ突撃艦でタウンホールを壊すっていうパターンがすごく多かったんですが、これめちゃくちゃ使えますので、コウモリ使う場合にはやっぱタウンホールのところで呪文を避けたくないですから、中にしっかり、スニークゴブリンとか今回もそうですね、入れておいて、タウンホールは突撃艦で落としながら呪文の枠をそこに使わずにコウモリに使うと。いうような形で組んでいくと結構、プランニングが描きやすいのかなというふうに思いますので、もしね、参考になりましたら、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、今後もですね、タウンホール13の動画、あとは12、11も上げていきたいというふうに思っておりますので、ぜひぜひ、ご視聴いただけたら嬉しいです。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。